ハイメ・ハビエル・アジョビ・コロソは、エクアドルのサッカー選手。エクアドル代表。ポジションは FW。2005年、CD パラディンに所属していた時に、いとこのワルテルはジョビの勧めで CS エメレクのトライアウトに参加。ここで好印象を残し18歳で4年契約を結び選手となった。この頃はその体格の良さにもかかわらず、ボールさばきとスピードに長けていること。 そして本人が中央よりもサイドを好んだことから、センターフォワードではなく、ウィンガーとして活躍していた。その後2009年に出場機会を求めて、マンタイフ C に期限付き遺跡、32試合7得点の結果を残した。しかしエメレクのフロントは彼をもう一、シーズン期限付き遺跡に出そうと格索していたが、新監督のホルヘサンパウリが彼の動画を見て、メンバーに欲しいと言ったため、 エルナン・ペイローネの控えではあったものの無事エメレクに復帰した。2010シーズンが始まるとペイローネをすぐにベンチに追いやってレギュラーの座を掴んだ。2011年にリーガ MX のデポルティーボトルーカ FC に3年契約で移籍。出場2試合目で初得点を記録する好調な出出だしとなった。この好調さに CF パチューカが目をつけてわずか半年で 同クラブに移籍。6月31日に初得点を決めたが、その後は伸び悩みサウジプロフェッショナルリーグのアルナスルへ期限付き移籍することとなった。2012年9月29日にサウジプロフェッショナルリーグ初得点を記録し、1試合に得点も2回決めたが、全治8ヶ月の重傷を負ったために期限付き移籍は途中で打ち切られた。 2013年の初めにクラブティフアナに移籍、怪我からの完全回復のために即座に、ルジュキトに1シーズンの期限付き移籍となった。ルジュキトでは、背番号11番を与えられ、8月17日に初得点を記録した。2014年を初めにティフアナに復帰すると、3月7日にティフアナで初得点を挙げた。しかし7月17日に構想外を告げられた。 このため8月14日に c d ゴドイクルスアントニオトンバに半年の期限付き移籍となった。その後ゴドイクルズに完全移籍した。2017年2月20日に中国サッカー、高級リーグの北京人和俗級クラブに移籍。エクアドル代表監督がレーナルド・ルエダに代わると代表に招集されるようになり、2010年9月4日のメキシコ代表戦で初出場。 この試合で初得点も決めた代表での得点一覧ありがとうございます。